どうも、こんにちは。ザストをついに完走したものです。本日はですね、こちら。BE:FIRST Gifted ミュージックビデオを見ていきたいと思います。はい、ということで、これはね、BE:FIRST のデビュー曲ですかね。Shining One は見たんですけど、この Gifted って曲はまだ見たことなかったんでね。僕がね、ザストを完走して、メンバーたちがどんな曲でデビューしたのかっていうのをね、今日は楽しんでいきたいと思います。では、早速見ていきたいと思います。People Inside。 はい、ということで、1回目は止めずに、早速リアクションしていきたいと思います。3、2、1。お、来た。うおぉ、ワクワクする入り。スーツ姿？あれ、スーツじゃない人もいる。もう。うわぁ。うわぁ、白い衣装で。もう。かっこよ。デビュー曲なんだ、これが。なんか、デビュー曲にしては、なんか、落ち着いた感じの、今のところ。わー、けどかっこいいな。いいな、声やっぱ、俊斗くん。お、おお、お、うわ、面白い振り付け。今の顔いいな、俊斗くん。どわ。マナトくんかっこよ。美女いいな。おお。何今の。金髪りょうきくんかっこいいな。うわ、いや、曲調好きやな。レオくんの声いいな、この曲。うわぁ。今の一瞬映るジュノン君最高やん。ここおもろいな。振り付け。おほほぉ。おわぁ、かっこいい。デビュー曲か、これが。なんか、想像してた感じとちょっと違ったけど、曲調めっちゃ好きっすね。はい、ということで、1回目見てまいりました。この後ね、2回目止めながら見ていきたいと思います。People Inside。
はい、ということで2回目止めながらリアクションしていきたいと思います。3、2、1。いやー、ここのみんなのこの後ろ姿、上からの入り、めっちゃね、なんかワクワクしますよね。しかもなんかデビューの扉を開いたみたいなね。ここいいっすね。ちょっと龍平くんの歩き姿かっこよ、スタイルいいし、龍平くんスタイルいいってずっと言ってますよね。僕そればっかり言ってる。あ、けどなんか今改めて聞くと、なんかその入場の感じというか、デビューの感じと入場の感じと、なんかこのイントロのなんか今から行きますよかみたいな、いいな、始まりますよみたいなね。うわー、振り向きかっこいいな。おお、ちょっと涼希くんで止まったけど、金髪涼希くん最高やな。いや、この後ろ姿の入りとポージングいいな。行くぞみたいなね、流し目。うわぁ。うそ、この、竜兵くんの声から始まる感じもなんかいいな。だけど、竜兵くんの声って、いい意味で、あんまり大衆受け、まあ、大衆受けするんですけど、絶対。大衆受けするけど、なんか、ちょっと癖あるというか、みんな好きなんですけど、みんな、なんていうの、万人受けしなそうやなって、万人が思ってるみたいなね。なんかこの竜兵くんの声から雰囲気作る感じが、なんかデビュー曲ならもっとね、なんか派手にね、曲調作っていきそうなのに、竜兵くんの声からしっとり入る感じもいいっすね。かっこいいな。いや、かっこいいな。声、その、記憶にとこの声の感じと動きの感じ、合いすぎてんな。うわー、この切り替わりもかっこいいし。で、マナトくんがかっこいい。マナトくんかっこいいな。この髪型ちょっと一応しかもな。俺の中でマナトくんは。衣装も似合ってるしね。かっこいいな。はい、最高。しゅんとくんの声ね。しゅんとくんの声やっぱね、最高。いいっすね。これ唯一無二やもんな、この声。この声欲しいもん。顔もね、いいっすね。うわ、ないでしょうのとこいいっすね。今回のこの曲はレオくんのこのちょっと甘い感じの声もめっちゃ合いますね。竜兵くんのあとダンスが綺麗やな。手足の長さも全生かしみたいなね。うわ、いいっすね。かっこいいな。けどやっぱりね、なんか僕はめっちゃこの曲調好きですけど、デビュー曲にしては落ち着いてるなというか、まあだからなんかデビューで飛び道具みたいなんでバンとしようとしてないところが逆に好きというかね、それがいいっすね。どこやろ、サビ、あ、ここら辺か。けどめっちゃいいっすね。いやー、振り付け面白いな。やっぱこの、さ、振りと連動する映像みたいなのは、やっぱ、BE:FIRST よくやってますよね。さあ、ここ面白い、なんか、ゴンゴン、グワーみたいなね。ここ面白いな。もしかして歌詞と連動したりとかしてないのかな。歌詞とは連動してないのかな。面白いっすね、ここの振り付け。うわー、いいな。ここのシンプルな
この白、真っ白な衣装で見せるっていうのもかっこいいですね。ここの俊斗君の表情ね。ははは、俊斗君。今の俊斗君の表情よ。なんか、ねえ、あれこそ俊斗君の真骨頂みたいなね。俊斗君ああいうのうまいっすよね。ああ、声いいしな。はい、出た、蒼太くん。うわあ、いいね。うわあ、今のとこの、表情。この、なんか、蒼太くんの表情よかったな。ああ、ここ。最高。蒼太くんが真ん中に立ってダンスするとやっぱ、圧倒的に統一感出ますよね。ちょ、座りまなとくんちょっとかっこよすぎん？やっぱ。こんな、ホストおったらもう、一日で一億稼ぐんちゃう？かっこよ、座りまなとくん。ビジュやばないこれ。いいなぁ、座りまなとくん。声もいいし。うわぁ、おぉ、おぉ。そう、ここさ、一回見た時びっくりしたけど、どういう、すごいな、リズム感。で、ここを任されてるジュノンくんいいっすね。ちょっともう一回戻そう。難しいこれ。覚えんのめっちゃ難しいない？すげぇな、この音の取り方。かっこいいなぁ。うわ、ちょっと待って。なんか今のとこ、無意識にソータくん見てたけど、なんかちょっとシンプルな振り付けだけど、なんかソータくんのかっこよさえぐいな。やっぱ。なんか軽い振り付けやのに、ね、素人から見てもわかる。ここの、なんか精度のえぐさみたいなね。かっこいいなぁ。いやー、りょうきくん、金髪もいいなぁ。うわー、綺麗。この、うわー、この、手足使った振り付け最高っすね。りゅうへいくんの手足の長さを最大限に活かしたような。うわー、綺麗やなぁ。この後の手回すところも。うわー。はい、りょうきくん、スーパーりょうきくんタイプね。なんかりょうきくん言うねっていう。いやー、金髪いいな。かっこいいな。いやー、かっこいい。いやー、竜兵くんが真ん中で見せてんのいいなぁ。ああ、最高。うわ、最高。ちょっと、最高やな、ここの蒼太くん真ん中で。蒼太くんの手振りになんか、周りが連動していく感じ？かっけえな。うわぁ、トントントン、いいな。うわぁ、かっけえ。うわぁ、ここね。うわ、すっごい、何今の。今のソータくん見た？何やあれ。なんかすっごい動きしてたよ。この後かな？あ、この真ん中。うおぉ、ほら、何あれ。おぉ、なんかすっごい動いてるやん。で、今、この止まってるここも、みんなかっこいいな。りょうきくんの役とかエッグ。何や、あの、そうだけど。すっごいな。うわぁ。
ちょっと、その最、止まった時の決めポーズ。いや、かっこいいね、みんな。ジュノンくんかっこいいな。ジュノンくんのなんか下向いてる感じ。いや、レオくんもいいな。みんないいな。りょうきくんのあの躍動感ある感じもいいっすね。スタイルよ、りゅうへいくん。顔ちっちゃすぎやろ。うわあ、最高。最後の終わり方何？ジュノンくんな。いいねえ。ジュノンくんが上げて終わる。最高っすね。ジュノンくん真似る人は嬉しいよな。はい、ということで、リアクションしてまいりました。この後感想言っていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、ということで、本日は BE:FIRST ギフテッドミュージックビデオを見てまいりました。いやー、よかったっすね。なんかみんなのデビュー曲が見れて、これでデビューしたんやっていう。なんかもう、初めのね、みんなが扉開いて入っていくとこのワクワク感ね、なんかデビューするんだぞみたいなイントロの感じと、あそこのワクワク感すごかったっすね。で、あと曲調に関しては結構意外やったというかね、なんかデビュー曲やからもっとね、ちょっと華々しくというか、デビューするぞみたいな感じの曲で行くんかと思ったら、結構なんかしっかりした、落ち着いた見せる曲調みたいな感じで、なんかもうそこにも自信の表れみたいなのがあんのかなっていうのはちょっと感じましたね。なんか変にデビューで、まあ、このと言ったらあれですけど、なんか飛び道具的な曲というかね、なんかもっと世間にバズりそうな曲を出すっていうより、なんか、もう音楽で勝負するぞみたいなね、しっかりクオリティで勝負するみたいなのが良かったですね。いやー、おもろかったなー。おもろかったというか良かったっすね。いやー、いや、ソータくんやっぱ意味わからん動きするなで、まあソータくんがやっぱ真ん中に来た時のダンスの統一感すごいですね。楽しい。やっぱなんかソータくんが真ん中で弾いて周りが連動していくのがやっぱりなんかザストを見たらよりエモいっすね。なんかずっとザストをね、オーディションを通してダンス引っ張ってきたソータくんがグループになっても、ああやって真ん中でね、ダンス引っ張るっていうのがね、ザストを楽しんだ身からしたらね、熱いっすね。で、あともう、竜兵くんのスタイル良すぎて、まあいつも言ってるんですけど、で、手足も長いじゃないですか。で、なんかその手足の長さを生かすダンスみたいなのがね、今回一番見れたなっていうのがあって、よかったですね。あと、この、竜兵くんの入り曲、もうめっちゃいいっすね。曲との、なんか今回の曲との親和性がなんか、めちゃめちゃ良かったっすね。なんかあの、竜兵くんの声。いや、最高っすね。でも、もうみんなかっこいいのは、まあ間違いないんですけど、ちょっと今回は、マナト君かっこよすぎた。いや、マナト君ちょっとやばない？俺めっちゃ好きなんやけど、あのマナト君の美術。かっこよかったね、マナト君。なんかマナト君のあの髪型の感じと、ね、衣装の感じと、今回マナト君優勝かも。いやー、今回はね、もう曲によってね、優勝する人変わるのがね、BE:FIRSTの面白さでもあると思うんで。前回、何見た？ブンブンバックは誰優勝したの？あ、ブンブンバックはレオくんや。レオくん優勝してたわ、俺の中で。いや、レオキくんも優勝してたけど。で、マスタープランは、うわ、決めがたいな。ちょ、みんな拮抗してんのよ、結局。けどなんか今回はマナトくんかな、俺の中で優勝は。はい、ということで。まあ、まだね。うん、推しとかはね、正直決まらないんですけど、もうね、みんないいやん。だから、箱推しかな。うん。それで言うと、シュントくんの声もいいし、レオくんの声も良かったし、今回レオくんシンプルにね、かっこいいし、で、ジュノンくんの声も、声ばっかり言ってるけど、ジュノンくんの歌声なんか最高やん。でも、ソータくんのダンス最高やし、マナトくんは美女良すぎたし、誰か言ってなかった。本当にごめんなさい。あ、りょうきくんの、その、もう、りょうきくんの、まあ、熱こもってるから惜しいと思われそうだけど、りょうきくんのその、なんか曲の絵の雰囲気というか、爆発力。りょうくんの持ってる爆発力とかもめっちゃ好きやし、で、りゅうへいくんも、りゅうへいくんはもうエリートすぎてなんかもう、なんか勝たんのもおこがましいぐらいの感じでね。いや、惜しいとか決められんな。まあね、これからも惜しいとかね、まあ決まったらあれですけど、まあ、あんまり決めずに
楽しんでいきたいなと思います。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ここまでね、動画見ていただいて面白いなと思った方はぜひね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイチャー。 Make money! People inside! People inside in the sky! Make money! People inside! People inside in the sky! チャンネル登録お願いします。